定位貨幣は一定の額面が定められた貨幣である。定義は広く、講義には表量貨幣の対義語であり、協議には本位貨幣の対義語である。表量貨幣に対する名称の場合は、貨幣の品位及び両目が一定に定められたものであり、例えば、江戸時代では長銀に対する小判の関係、あるいは定位銀貨を指していた。この定義の場合は、 本位金貨や本位銀貨も定位貨幣の部類に含まれ、係数貨幣と同義になる。一方で、本位貨幣に対する名称の場合は、本位貨幣が法令で定められた陛下に相当する金や銀を含むのに対し、陛下に相当する金銀眼有料よりも減量され法令の規定により、額面で通用する貨幣を定位貨幣という。この場合の定位貨幣のうち、主たる 火兵単位の本位火兵を補助する、補助火兵単位の小額火兵については、補助火兵と称する。本位火兵は、火兵の鋳造を希望する者は何人でも、金銀の地金を造兵局に、湯納めすれば、無料あるいは、小額の手数料で、本位火兵に鋳造される自由鋳造の制度が、適用されるが、定位火兵は、この適用外であり、政府が火兵の製造計画に基づいて、 地金を購入し造幣局に、要さめして、一定量の定位貨幣が鋳造されるというものである。また、法務貨幣は、無制限に、法定通貨として、強制通用力を有するが、定位貨幣の場合は、債権者が、実質価値の不足した貨幣のみで多額の債務の、弁債を受ける、可能性がある、の理由から、法定通貨としては通用制限額が設定される。 ことが多い。五問目銀何領に二主銀天法一分銀日本では、江戸時代において、小判や一分半も講義には、定位貨幣であるが、多くの場合定位貨幣は、小判や長銀を本位貨幣と位置づけ、これらに大し金銀の含有量が減量された、何両二主銀、一分銀、二分半二主半等を指して呼ぶことが多い。特に、江戸時代では、銀貨といえば本来長銀、 豆板銀と表寮貨幣であり、これに対し江戸時代後半から出現した南領に主銀等を定位銀貨と呼ぶ。これらは主に幕府の財政上から出目を目的として発行され、明和期以降、特に江戸時代後半の文政年間以降に台頭し、幕末には小判や長銀の流通はほとんどなく、流通する金銀貨はもっぱら定位貨幣という状況であった。 しかし、これらは小判に対する補助貨幣として規定されたわけでも、なければ、効果としての通用性見額が設定されたわけでも、なかった。1765年に鋳造された五門目銀は、銀の門目を貨幣単位とする定義銀貨であったが、1772年の何両二種銀は、両の1、8であると表示され、1837年の一分銀。 および1853年の一主銀に至っては、直に金貨の貨幣単位表記となった。このように段階を経て、規制事実を積み重ねながら、江戸幕府は、銀貨イコール長銀、豆板銀という意識抜き、貨幣の基本単位は、両であるという洗脳を周到に行っていった。しかし、このように銀貨の係数化、両単位への統一化、デメ作手による名目化を達成し、 江戸時代後期に台頭したこれら定位銀貨は、固定増場である金一両以降流銀六十門目から導かれる額面あたりの銀含有量よりも大幅に不足した文字通りの定位貨幣であり、これにより発生した疑似金銀貨化によって1859年の開港後、大量の金流出の浮き目に遭うことになる。 1844年名の1クラウン、定位銀千1870年名の5フラン、定位銀八1858年名の1、2ドル、定位銀八1871年の進化条例では、本位金貨の他に、定位の銀貨平及び、定位の同貨が定められ、定位と波本位貨幣の補助に、指定制度、によりてその値くらいを定めて融通を、し、車の成り子に通用の際これか制限を、 せつけて交通の定義とすと規定された。この定位は1875年に貨幣条例と改められて交付された際、補助の銀貨を呼び、補助の同化に改められた。イギリスの銀貨は1816年以降、従前より軽量化され自由駐造も廃止されたため、本位貨幣でなくなったが、一クラウン銀貨は、小額の貨幣補助単位としての額面ではなく、 低下兵として位置づけられる。さらに、第一次世界大戦に伴う銀の陶器から1920年には、銀品位を925千のスターリングシルバーから500千と大幅に低下させるに至った。フランスでは、銀相場の金に対する相対的上昇により、イギリスに対し金銀比価が金高となったため、小学銀貨の国外流出が発生し、 1864年に2フラン以下の銀貨は国外流出、いつぶしを防ぐため品位が900、1000から835、1000に引き下げられ、放貨として通用制限額が設けられた。5フラン銀貨は品位は従来通り据え置かれ、放貨として無制限通用であったものの、1876年から銀貨の自由鋳造が停止され、5フランという 高額貨幣ゆえ低貨幣となった。アメリカでもゴールドラッシュにより金価格に対し、銀価格が相対的に上昇した際、銀貨に国外流出及び一節の懸念が生じたため、1、2以下の小額銀貨は両目が減量され、法定通貨としての通用制限額が設定されたため本位貨幣でなくなったが、この時点では補助貨幣と規定されたわけではなく、 定位貨幣の位置づけとなる。また1878年以降に発行された1ドル、銀貨も自由鋳造も廃止されたため本位貨幣では、内外一2ドル以下の銀貨とは異なり方家としては、無制限通用となり、小額の貨幣補助単位としての額面ではなく、定位貨幣と位置づけられた。ありがとうございます。